どうも、三沢リオです。実況補佐の味噌汁です。この度はディディーコングこと、オタルのバレルジェット解説、タルの操作編、ご視聴ありがとうございます。この動画では現在画面上で起きてる、意味不明な挙動してるタル仕様を解説。そしてこの飛んでるタルの操作方法について、解説をする動画にもなります。この飛ぶタルを操作できるようになることで、本来のディディーとは違う立ち回りと戦法が取れます。インパクトも相当強くて、相手に攻撃したら何か爆発して、こっちがやられた、相手の攻撃が届かない場所で安全に動いてたのに、突然画面外から爆撃されてやられたんだけど、スネークも失禁、意味わからない速さと攻撃範囲の爆弾が、復帰阻止しに来たんだけど、まだまだあるけど例外はこれだけにして、とにかく意味のわからないバーストが可能になる、極めてアクティブな最強の遠距離攻撃になります。自由度も高く、飛翔時間も長いので、タルを終点一周させることも可能なぐらいです。ざっくりとした飛んでるタルの説明は以上です。なお、この動画はバレルジェット解説、タル入門編の後編にあたる動画になります。入門編ではタルについての基本性能、まずはお手軽なタルのテクニックについて解説してます。タル操作するためには、タルの基本性能を知らないと難しいので、先に前編である入門編からの視聴を推奨します。タルの操作だけ知りたいって方は、こちらの動画だけ視聴しても問題ないですが、一応後編の扱いにはなるので、前編を視聴された前提での解説になる箇所もあります。その点についてだけはあらかじめご了承ください。それではオタルのバレルジェット解説。後編という名の本編、タル操作編、行ってみよう。あ、そうだ、前編でも説明しましたが、この動画には略称を使います。明らかに意味のわからない略称ありますが、画面上の略称を扱いますのでご了承くださいませ。それじゃ改めて、行くぞらー。攻撃を受けたらタルが脱げる。脱げたタルは操作できる。タルの爆発を当てるのが重要。ここまではご存知かと思います。操作方法の解説は後ほどに。先に前編で簡潔にしか解説できなかった、脱げたタルの詳細を順を追って解説します。よろしく。まず大前提として、タルを脱がないことには始まりません。猿のタルを脱がす方法は、タルを背負ってる時に攻撃を受ける。ただこれだけです。それ以外の方法はないです。ただし例外として、タルチャージ中は微量なヘビーアーマーがあります。マリオのファイアボール程度しか耐えないので、気にする仕様でもないですが、アーマーで耐えた場合はタル脱げないのでご注意を。お次は脱げて飛んだタル。脱げて飛んでるタルは物理系の遠距離攻撃。画面外でも飛び続けるし操作も可能。ただしカメラはタルを追尾しない。なんならタルがバーストされて、画面外から存在してなくても操作可能。脱げた後は約6秒飛び続け、最終的には爆発する。爆発の条件はいろいろありますが、この後すぐ語ります。脱げたタルの基本は大体こんな感じです。ちなみにこの飛んでるタル本体にも攻撃判定があり、威力しょぼいですが当てると相手をひるませます。その弱さゆえに爆発撃墜へ繋がりやすいので、弱いのが強いって技です。ただしあまりにもダメージ蓄積されてる場合は、さすがに吹っ飛んじゃうみたい。仕方ないね。自由に操作可能なのをいいことに、相手が場外かつコーパーであれば、爆発ではなくタルのダイレクトアタックで、撃墜できるかもしれない。何もかもがむちゃくちゃすぎる。あ、そうだ。脱げたタルは攻略サイトなどでは、ガード不可能な物理系飛び道具と表記されてます。それマジ？しかし対戦中に使ってガードされた記憶もあり、検証した結果、どう見てもガードされてます。ほんとだねー。攻略サイトの間違いかな？ただ、ガードが漏れやすい印象ありますし、実用性低すぎてサイレント修正されたことに、誰も気がついていない説。もともとは本当にガード不可能だったのかも。真相は不明ですが、ガード漏れたりガークラしたりと、ガードを崩すことはできてるので、実質ガード不可能ってことでいいんじゃないかな。暴論すぎる。よしじゃあ次だ。タルが脱げた後の爆発方法。タルの要。この爆発あってこそのタル脱ぎだ。爆発させる方法は4つあります。そんなにあったのか。一つは障害物に激突すること。ステージ、壁、台などです。タル脱ぎからの主なバースト手段が、大体これになります。基本的にこのタルを地面に落として、そのバックをヒットさせます。二つ目、タルが攻撃を受けること。タルが攻撃受けたら脱げるのでは？ってことではなく、脱げたタルそのものが攻撃を受けたら、爆発します。なんてタチの悪い。この爆発方法のタチの悪さは、持続の長い技にタルで突撃すると、タルが脱げた直後にタル本体に攻撃当たり、意味不明な自爆技みたいになること。これどう見ても突撃して爆発してるから、前編の突撃の解説で語ると思ったらしないし、こういうことだったのか。文字で順序を表記すると、こうだな、猿が突撃して大爆発してるみたいだから、めちゃくちゃわかりにくい現象ではある。言われんとわからんわ。この現象という名の奥義に名前をつけると、ビジーダイナマイトだな。パクリオス、トマー突撃に見えて、実際は猿脱ぎによる現象だったというオチ。
3つ目、時間経過での爆発。冒頭で話した内容と重複しますが、時間経過による爆発も条件の一つです。時間制限で起きたり消えたりせず、6秒経過するとその場で爆発します。当然この爆発にも攻撃判定あります。めったに使わないけど使えなくはないです。詳しい使い方はこの動画のタル麦実践編にて。最後の爆発方法、これは正直実践だとまず使いません。その方法は、脱げたタルが飛翔中に新たにタルを脱ぐ。画面上に脱げたタルは一つしか存在できない。なので画面上に脱げたタルが存在してる時に新しくタルを脱ぐと古い方が爆発します。残念ながら脱げたタルでのダブルアタックなんてのはできません。使わないネタなので解説はこれだけ。さて、脱げたタルの基本性能の紹介が終わったので、いよいよタル操作編になります。出たわね、この動画のメインとなる部分です。これを見てあなたもレッツおタル。さあここから本番です。散々他動画や配信にてタルの操作ができるって伝えてましたが、操作が安定しないと多数の声がありました。実は脱げたタル、癖強いだけでなく、とある規則性に伴って操作が可能になります。この動画で解説するタル操作の仕様、規則性を知ることで試したけど操作できなかったのも納得できるかと。その操作方法と規則性とは、Lスティックで操作が可能、キャラを動かすスティックだね。それともう一つ、え、時計回りでしか安定した操作ができない。え、いや、え、どういうこと？そのまんまの意味です。意味がわからんぞ。脱げたタルの規則性、Lスティックを時計回りに動かすことで、多少のブレこそありますが、安定したタルの操作が可能になります。そんなの知らんわ。言い換えると時計回り以外の操作だと、ブレが激しくて運が絡むので安定しません。スマブラでそんな意味わからん操作、要求されるの？公式で癖が強いって発表してるぐらいだし、仕方ないね。操作解説入る前に、以後、解説ではスティックの位置を、同期が難しい場合は時計の位置として見立て、タルを操作する Lスティチェックをエルステと訳します。あいあいさ。それでは実際にタルが操作できてるのか一緒に確認してみよう。まずはトレーニングモードにて終点かトレモ専用ステージにしましょう。相手キャラはハルコ。メニュー開いて Y ボタンでカメラを固定、そして最後に CP の動きを設定、通常必殺技にしてタル操作の練習準備完了だ。自動で相手がブラスター撃つので、わざと受けてタルを脱ぎましょう。この後スロー再生します。時計回りに動いて最終的に着弾します。タルの動きをよく見ておいてください。オッケー。画面外に出て戻ってきて、ここまでは普通だなと思ったら、タルが、あ、ほんとだ、時計回りに動いてる。でそのまま一周して、わずかだけど時計回り維持しつつ着弾してる。ほんとだ、時計回りに動いてるわ。この通り時計回りであれば操作は簡単です。にしてもすごいな、めっちゃぐるぐる回ってる。あとはタルが脱げるたびに時計回しを意識しつつ、 Lスティックを適当に動かしてみましょう。ちなみに Lスティックから手を離すとタルがブレてしまうので、離さず時計回りを維持しつつ操作してみてください。タルがキョロキョロしてる。この際タルがステージ外に出て自滅してもいいです。最初のうちはとにかくタルが操作できてるって実感できることが大事です。もしタルの操作してる実感得られない場合は、難しいことを考えず適当にスティックを時計回りにグリグリ、これしてもらうだけで操作できてるなって実感できると思います。ところで疑問なんだけど、タル脱げた後に時計回しに L スティックを操作する、これってどこからスティック倒し始めればいいの？いいところに気がついたな。時計回しの操作をし始める、初期発射位置となる位置がタル脱ぎには存在します。時計回りの法則ほど重要ではないけど、この初期位置について知っておくとタル操作がより安定するので、あらかじめ解説しておきます。タルは脱げた時に大体の初期位置が決まり、その初期位置からタルを時計回しに操作します。12時が初期位置ってわけでもないんだな。また操作をし始めるエルステの場所以外にも、タルが脱げて飛び立つ際の角度もかなり変化します。本当だ、脱げてすぐ各自違う方向に進んでるわ。このように初期操作位置だけでなく初期発射位置も微妙に変化します。この初期位置って毎回ランダムとか？エルステの操作である程度なら選べるぞい。ってことでそんな初期位置の決まり方を解説。初期位置は10時から3時ぐらいの間に定まりやすく、タルが脱げる際にこの範囲で入力し続けてタスティックの方角がタルを時計回り操作する際の初期位置となり、タルが飛んでく方向の初期発射位置でもあります。もっと追求して初期位置の話すると、タルに攻撃被弾してタルが脱げ、タルが方向入力を受け付けるようになる約4から5フレームの間までに規定の範囲で入力し続けた方向が初期位置になります。なんでタル操作動画でフレームの話出てるんだろ。ただ脱げてから反応できる速度じゃないので、タル脱げる直前に入力し続けてる方向がそのまま初期位置になると考えて問題ないです。なんか難しそう。さっき話したけど、初期位置は時計回りの法則ほど重要でもないし、初期位置の仕様知らなくても操作
査自体はできます。ただ、初期位置を知ってると、樽を素早く落とせたり、時計回り操作してるのに、樽がブレてしまう事態を防ぐこともできます。知ってればお得って感じなんだね。まあそんな感じだな。よし、それでは、初期位置による違いを見てみよう。この映像では12時に入力した状態で、樽が脱げて飛翔しました。12時なので綺麗に直立で飛び立ちましたね。綺麗だな。樽脱げる際に上入力してたので、初期位置は12時、あとはここから時計回りに操作して樽を落とします。で、次の映像をご覧ください。この樽脱ぎは3時の方角に入力してます。発射後、すぐに横曲がりしてるね。先ほどは上入力したままだったから、直立して飛び立ったけど、真横に入力してると、こんなにも角度が変化するとは。初期位置はもともと入力してた3時、そのまま時計回りに半回転させて、樽を決めます。また、3時の方角は時々ブレこそありますが、入力したままにしてると、1秒程度なら横方向へ飛んでくれます。この3時方向へ飛ばす場合に、初期位置の仕様を知ってると、樽をより早く相手に落とせたり、樽をブレることなく操作できるようになります。初期位置3時方向なのに、12時方向から操作しようとしたら、反時計回り操作になって樽がブレて失敗、なんてことが起きるのか。良い解釈だ。この3時方向への入力は、初期位置の影響を受けやすいので、ご注意ください。次は反対である、9時の方角へ入力したままの樽脱ぎ、時計回りの法則があるので、この方角へ脱ぐと操作が少し大変。他、3時と違って真横へ入力したままだと、その方角へ向かったかと思えば、大体途中で急上昇します。稀にブレで横に進むことありますが、稀なのですぐ時計回しで操作へ移行が安定。お次は斜め方向の2点ですが、11時も9時同様に、急上昇しやすいです。左方向よりは癖が強いんだね。実際左側への操作は難しい。この話はまた後ほど。1時の方角は、そのまま入力すると割と素直に斜めへ、時計回りの仕様が絡んでるのか、右方向に関しては素直に動いてくれます。おまけ、初期位置をとっさに変更する方法。え、できるの？初期位置は本来脱げた直後の入力で決まるので、樽が脱げる直前にエルステの入力方向を変更すれば、とっさに初期発射位置を変更できます。便利だけど慣れが必要になりそうだ。以上が樽発射の初期位置についてです。樽は特性さえ理解して操作すれば、ブレーキにならんぐらいに素直に動いてくれます。それはもうエルステの入力とシンクロするぐらいには、規則性と仕様さえ守れば、樽の挙動イコールエルステックの操作位置、と言っても当然か。そう解釈してもらって大丈夫。仕様の解説も終わったので、次は樽を操作して相手にぶつける操作を解説します。いざ。次は樽を相手にぶつけてみましょう。樽は障害物に激突すると爆発します。脱げた樽は基本的に地面や台、これらにぶつけて爆発させます。時計回しに操作可能なのは理解したけど、時計回りさせながら落とすの難しいわ。そういうことなら、時計回しで操作しつつ樽を落とすやり方と入力方法を、スティックの位置を時計の位置に見立てて解説します。まずは練習なので簡単なやり方から。樽の位置は左、相手は右に配置してください。何か意味あるのかそれ。左方向にいる相手へ樽を落とすのは単純に難易度が上がるんだ。なるほど。まずは簡単な右方向への爆撃を解説し、左方向への樽落としは後ほど解説します。了解マン。それでは行ってみよう。こちらのシーンを脱げた樽の映像に合わせてエルステの操作位置も表記します。スロー再生で解説を。まず樽の発射は12時方向、ここでエルステを傾けてます。落としたい場所に樽が到達したら、時計回りの入力を早めつつ斜め下へ入力してます。このまま7時方面入力したままでもいいですが、操作のレクチャー用なのでもう一周させます。多少ブレてしまったけど、スティックは時計回しを維持したままなので問題ないない。あとはそのまま下スティック倒したままにして、ちょっと7時方面にスティックを倒すようにして、どんだよ。すげえ、最後まで時計回しだった。以上のように時計回しの操作でも、スティックを回すタイミングを調整することで、樽の時計回り仕様の法則に従いつつ、任意の場所に樽を落とすことが可能になります。樽は時計回りの仕様があるのに、時々直線に飛んでたのなんでだろうと思ったけど、あれは時計回り入力を維持してたからこそできてたんだね。トリックがわからないと、好き勝手飛ばせる遠距離に見えるからな。これ原理わかったとしても難しい。あんな長時間樽を維持できるかな。先ほどのは操作法の実例見せるために難しい樽の操作をやってましたが、変に空中でぐるぐるとか長時間飛翔させず、逃げた樽をすぐ相手にぶつける簡単かつ有効な方法もあります。てか最初のうちはそっちやった方がいいよね。ってことで、まずは難易度の低い脱げた樽の即爆撃方法を紹介します。まずは相手が密着かつ右側にいる時限定、樽脱げカウンター。樽脱げたら即座にスティックを素早く時計回しに1回転するだけで可能です。これめちゃくちゃ理不尽で笑っちゃう。相手の後好き借りとしても使えます。また初期位置を3時方向にすることでより素早く落とすことも可能です。この落とし方の強みは、樽が脱げたら即時計回りに操作するだけと、お手軽の割に実用性が高いところです。実践でも使えるので、まずはこれだけでも覚えておくと良いかも。このように樽が左側にいて、右側にいる相手に樽をぶつけるのは、樽の操作方法と原理知ってれば簡単です。
もう一個簡単な樽を素早く爆撃する方法は、樽その場落とし、これは樽の初期位置を12時付近にして、樽を少し打ち上げたら、素早く6時付近まで許してを時計回しに、あとは樽が降ってくるまで6時入力は維持します。多少ブレて着地地点がずれることありますが、大体は樽脱げた場所付近に落とせます。この落とし方であれば左側にいる相手にも当たることありそうだね。それも強みなのと、もう一つ、この樽は目視されないのも強い。カメラ固定でない実戦とかだと、樽が完全にカメラに隠れて、樽が降ってくる位置がわかりません。怖すぎだろこれ。実戦でも利用してる樽ドッキリ戦法です。以上が脱げた樽を素早く落とせる、汎用性の高い樽操作でした。慣れないうちは樽左側をキープして、簡単な樽操作と落とすのを実行すると良いでしょう。それでは、難易度が少々上がる、樽が右側にいる、樽を左方向へ爆撃する操作方法を解説します。よろしくお願いします。こちらが左側への爆撃樽操作です。相手が右ならそのまますぐ落としたいけど、そうもいかないので、回りくどく爆撃。なるほどわからん。スロー画面で操作をお見せします。相手が右側ならそのまますぐ落とせるけど、左側なのでここでくるっと時計回り、そのまま左側入力を多めにして脱げた樽を相手の頭上へ。時計回りのルールがあるので一度くるっと、あとはいつも通りに下入力を維持して、そのままドーンだよ。ジュラル星人並みに回りくどい。猿が右側にいて左側の相手に当てる場合は大体こうなります。一応回転せず斜め下へ落とす方法もあります。ただ右側にいる相手へ届かないので、追ってきた相手へ落とす役割程度にしかなりません。おたるカウンター。初期発射の方角も右寄りにできないので、右側へ樽を誘導したいときは一度樽を時計回りに回転させてからでないと、どうも素直に動いてくれません。一周時計回りさせてようやく7時から9時ぐらいの方角を入力することで左方面へ進んでくれます。時間も手間もかかるので、左へ落とすのだけは樽操作に慣れるまでは難しいかと思われます。右方向への操作はそんな手間いらないし、樽が左側維持するのが強い理由、左方向へ樽爆撃させるのが難しい理由、両方が理解できたよ。さて、ここまではトレモでの練習と解説でしたが、実戦での樽脱ぎを次は解説しよう。ここまで覚えたんだ、本番でも使いたいよ。そんなわけで、樽操作編最後のコーナー、実戦での樽脱ぎ戦法をお伝えします。操作を覚えても本番ではなかなかできない、樽に限らずコンボとかでもあるあるだと思います。覚えたてのテクニックを意識しすぎて、本の動きすらガバガバになっちゃうあれだね。樽の場合だと、肝心の樽が脱げない、ってところから始まると思うので、樽脱ぎの狙いどころを解説しようと思います。よろしくお願いします。樽脱ぎの使用上、相手の攻撃を受けてから始動するので、とりあえず樽で突進して、攻撃受けて樽脱げたら操作する、難しいこと考えなければこれでも良いです。基本的に樽の突進と樽脱ぎは、一連卓上、樽を構えて発射したら、樽脱ぎに移行するかもってのは、頭に入れておきましょう。意図して樽を脱ぎたい時の狙いどころは？意図して脱ぐ場合は、攻撃を見て樽を構えるか、もしくは遠距離技などの攻撃を見てから、樽を構えるか突進して攻撃に突っ込むなどの、後出しじゃんけん方式で脱ごう。樽脱げるの知ってる相手からしたら、地上で樽背負ってる樽わざわざ殴りに来ないもんね。一番簡単なのは対弾幕キャラです。遠距離攻撃でちまちま攻撃する、サムスやリンク、攻撃判定のある設置技を使うロボット、この辺は餌です。猿って本来弾幕キャラ苦手なんだよね。その通りだけど、樽脱ぎする場合は利用できます。相手の弱い遠距離攻撃を見てわざと被弾して樽を脱ぐ。これが一番簡単かつリスクのない脱ぎ方です。実際にこの解説動画で使ってる映像も、遠距離をカモにしてるシーンが多々あると思われます。遠距離攻撃軸に立ち回ってきたキャラ使いに、これすると笑うか切れるかの二択を強いられると思う。遠距離攻撃のないキャラ相手は厳しそうだな。物理攻撃で樽を脱ぐ場合は、暴れでの攻撃を呼んだり、牽制とかに使われる安い攻撃をカモると、安全かつ樽が脱ぎやすくなります。またコンボ指導技で脱げたりすると、樽警戒してコンボ中断せざるを得ないことも。とんでもなくひどいシーンを見た。他にかもれそうな安い攻撃といえば、記事に崖上に攻撃判定があるキャラも、クルール、マルキナ、龍剣とかだね。それらは復帰しそうなタイミングで崖上で樽構えると、お手軽に樽脱げます。相手も困惑するだろうなこれ。遠距離攻撃も安い牽制技もない、重量級相手は、脱ぐ戦法は諦めましょう。マジか。リスクがあまりにも大きく、樽脱げてもリターンがないので、重量級相手はDDとして戦うか、素直に樽の突撃だけにしましょう。樽突撃も危ない気がするぞ。安全なのは安い遠距離攻撃をかもることですが、私の秘策、遠距離攻撃のない相手に、安い遠距離攻撃技を与えて樽を脱ぐ、私が実戦でも使ってるテクニックがあります。樽に関しての追求が深すぎる。そのテクニックってのが、通称、バナナ脱ぎ。
もう意味がわからない。猿の必殺技にはバナナの皮があり、リリーの強さを代表する技でもあります。で、そのバナナの皮なんですが、アイテム化されるのでお互いに取ることができます。ほうほう。このバナナの皮を奪われた時はかなり不利な状況に。そりゃいつでも転倒させるアイテムだもんね。だからこそ相手のバナナの皮は積極的に奪う。つまりそういうことだ。そういうことだよ。その奪ったバナナの皮はアイテム、すなわち遠距離攻撃ともなる。そう、相手にバナナという名の安い遠距離攻撃を与えて、タルを脱ぐ。これが私の考えた秘策。それが、バナナ脱ぎ。ふざけてんのか。至って真面目だ。遠距離攻撃のない相手に、安い遠距離攻撃を与える。しかもバナナの皮を奪われた時の、対策にもなる。そう言われたら強い気がしてきた。しかもこれの強みは、奪われて落ちてる。バナナの皮でも脱ぐことができます。え、マジで？バナナの皮は2回投げたら消えたり、大体奪ったらぶつけてくるので滅多にないですが、相手が投げて回収できず放置されてる皮に、上から乗るようにタルで着地すると脱げます。これミサイル発射してるみたいで面白い。ここで入門編で伝えた、地面スレスレ走行でバナナにめり込むように、突撃してもタルを脱ぐことできます。慣れれば落ちてるバナナを迅速に処理しつつ、凶悪な遠距離攻撃を同時に発射することも、このバナナ脱ぎは、安い遠距離攻撃を与える、奪われてしまったバナナの対処、落ちてるバナナの処理、多方面で利用できるので、ぜひご活用くださいませ。好きな相手に脱げるのは強いわ。以上、実戦でのタル脱ぎ方法でした。タルの脱ぎ方をまとめると、遠距離攻撃持ちは、安い遠距離攻撃を見てから脱ぐ。一番お手軽かつリスクがない。弱い遠距離攻撃のないキャラは、弱い攻撃を呼んだり、暴れやコンボ中にタルで割り込んで脱ぐ。死ぬパーセントではやらないように。一発が重い重量級やキャラ相手には、攻撃受けて脱ぐことはやめましょう。命がもったいない。最後はバナナを利用して、タルを脱ぐ。まとめるとこんな感じになります。次は脱げた後のタルの当て方について。練習では動いてない相手にタルを当ててましたが、実戦だと相手は当然動きます。その上、カメラも固定化されてないので、タルの動きや現在地を見ることもできません。ガッハンとの勘と違い、逃げたタルをカメラは追尾しない。しかしそのおかげで相手の死角から、突然爆弾を落とすことができます。カメラが追尾しないのは長所なので、タルに脳みそ移植するか操作感覚を覚え、目視なしでタルを操作できるようにしておきましょう。動いてる相手への当て方ですが、ある程度相手の動きを予測する必要あります。そりゃホーミングするわけでもないからね。しかし爆発範囲は結構広いので、多少ずれてもちゃんと敵の近くに落とせれば、普通に爆風ヒットします。なので正確に相手が来るって場所に落とさなくても、ああこの辺に相手来そうだからここに落とすか、ぐらいの感覚で問題ないです。相手もその場で立ったままってことでもないし、気がつかず自ら爆風の場所に突っ込むことあるしね。大雑把な当て方になるけど、近距離得意なキャラ相手など、タル脱げた後にタルを追いかけてくるようなら、自分がいる方向にタルを落とす。遠距離攻撃で弾幕作る相手には直接、タルを落としてやれ。いやでも近寄ってくるぞ。タルの突撃や近接戦でタルが脱げた時は、相手が右側にいるならタルでカウンターやったれ。実戦でタル当てる時は大体こんな感じです。爆風広いから割と大雑把でいいんだね。直撃でなくても近くに落とせばなんとかなるしな。慣れれば場外で飛ばされてる間にもしれっと操作し、様子伺ってる相手にぶち当てたりすることもできます。操作方法を理解すれば、普通のディディより悪質な動きもできるし、弾幕キャラに対して嫌がらせ、ではなく相手が想定してない対策が取れます。しかしタルを操作してる時って、無防備じゃない？スティックで操作するからね、ただ地上で操作に集中してると、レベル 1CPU みたいな動きになります。なのでタル操作中はジャンプしながら操縦したり、Cスティックで強攻撃や空中攻撃振りながら、しれっと操作をしてます。うまくいくと攻撃からタルが繋がるので、タル操作中はジャンプやCステ攻撃を混ぜると良いです。攻撃以外だったら、回避やシールド同時押ししながらやるのも良さそう？それも悪くないけど、回避誤爆やシールド消費しちゃうのだけ注意かな？棒立ちよりマシだけど防御面が薄くなりやすい。あいあいさ、操作に慣れて余裕もできれば、コンボに繋げることもできて、タルと一緒に戦えることになるでしょう。ダッハンとかよ。そういやタルは地上で爆破するから、空中にいれば対策取れるね。ってコメント見たことあります。実際撃墜で使うタルのほとんどが、地上で爆破だもんね。その回答ですが、空中に逃げる相手も倒せます。どうすんのよ。タルの爆発条件の一つに、6秒経過で爆発するってのがあったじゃん。つまり6秒間、空中に逃げてた相手を追尾すればええねん。ゴリ押しすぎる。実際ジャンプもなくなって着地する狙いもあるし、タルを維持することで結果として、空中に逃げた相手一泡吹かせることが、可能になります。その気になれば何でもできるの、怖すぎる。インパクトと不意打ち性能の両方が強く、相手に一度でも大打撃を与えると、試合中警戒心を煽ることができます。警戒しすぎて露骨に動きが変わるよね。例えばだけど、タル警戒して追ってこなくなったりや、タルが脱げた後にガードや回避が多くなったり、こうなるとこちらの思うツボです。意地でもタルをぶつけるのもよし、相手がめちゃくちゃ警戒するなら、脱げたタルの操作をしてて、おまけのタルでそのまま攻撃するのもよし、食弾の食扱いされてら、ガードが露骨に増えて、ガードが削れ
れてきたなぁと思ったら、樽を捨てずぶち当て続け、シールドブレイクを強引に狙うのもいいでしょう。警戒したら下で、また違う厄介事が付きまとうの圧縮すぎる。これが樽だ。以上が樽の操作方法と脱げた樽の使用解説でした。癖が強く取得までの時間は個人差がありますが、狙えるようになった時の快感は、もうとんでもないです。ディディーコングとしても強いこのキャラに、理論上最強の遠距離攻撃が加われば、相手に恐怖と混乱を植え付けます。樽に特化しなくても、最後ってとかで普通に使えるの腹立つ。最後に樽逃げについての弱点を、ざっくりと説明して終わりましょうか。いざ。樽脱ぎの楽しさと強さを散々語ったけど、当然弱点も存在する。樽入門編でも語ってたけど、やっぱり見過ごせないのは、自傷ダメージだよね。樽を脱ぐには攻撃を受けないといけない関係上、どうしても蓄積ダメージが増えます。樽の突撃でも自傷ダメージが入るので、樽型の樽の寿命の短さとったら、突撃は自傷ダメージ固定ですが、樽脱ぎは相手の攻撃依存、場合によってはダメージレースに負けます。だからこそ安い遠距離攻撃や、バナナ脱ぎを利用して、受けるダメージの節約をしましょう。ダメージの節約って意味わかんねえ。もう一つ目立つ弱点といえば、爆発なので吸収、は、樽入門編でも説明しましたが、その爆発に加えて、脱げた樽は反射もされてその場で爆発します。反射されるのこれ？飛び道具扱いなので、デデデの吸い込み、村人のしまうなど、相手に奪われるケースも、村人はまだしも、デデデの吸い込み使うタイミングどこだよ。これはただのネタだな。樽脱ぎに対しての反射や奪われる系だと、村人、ファルコが本当にヤバい。まず村人に関しては、必殺技で相手の飛び道具を、何でもポケットにしまっちゃいます。猿としてはバナナ取られると悲惨ですが、これ、樽もちゃんと奪えるんですよ。奪った樽の操作はめちゃくちゃブレるため、お返しするのは運が絡みますが、もし奪われた樽にぶつかったら、死にます。威力やでー。お次にファルコですが、発生早く範囲広い反射技かつ攻撃判定のある、リフレクターがやばい。なにこれー。スロー再生で解説すると、まず猿にリフレクターの攻撃判定が当たる、その直後に樽が脱げる、脱げた樽がそのままリフレクターに触れて、反射され大爆発。うわぁ、ファルコに樽突撃は絶対にやめよう。最後の弱点、これは樽脱ぎではなく樽に関してですが、この戦法に楽しさを見出してしまうと、普通のディディーコングに戻れなくなる。いや、くさ。中毒性が高く雑に強い性能があるので、癖がつくと戻れなくなります。本来ディディーコングは機敏な動きから、バナナを使った立ち回りとコンボ火力が強く、リスクのない戦法で立ち回れる、フリキャラの少ない強キャラ的な存在です。しかし一発の重みがなくて刺激が少なく、軽く使っただけだとインパクトに欠けます。コンボからのメテオはともかく、バナナで転倒した相手を殴るって感じだもんね。そんなディディを樽から入ってしまう、もしくは樽の味を占めると、普通のディディコングの動きでは薄味に感じます。いわゆるバレルウイルス。ちなみに私はディディコングとしても使えますが、明らかに物足りなさを感じてしまい、攻撃技として樽使っちゃうことあります。状況次第で樽使うなって言ってる本人がこれである。楽しい戦法ではありますが、沼にはまると戻るのが困難になるので、そこだけはご注意を。以上が樽脱ぎの短所解説でした。とんでもなく長い解説になりましたが、これにて樽解説終了となります。樽の解説を作ってる際に、まさかこんな長くなるとは思わなかったよ。一つの技に対して解説する量が、明らかに多すぎる。それだけ樽の魅力があるのと、やれることが多い証拠だ。しかしまあ、なんとも今更な解説になってしまいましたが、いかがだったでしょうか？今まで動画でも配信でも、全く樽について詳しく話す機会なかったので、ずっと疑問に思ってた方や、うまくできなかった方への手助けになっていれば、幸いでございます。他にも樽での方法も脚本にありましたが、尺の都合でボツになりました。まあ樽の復帰については、ディディー使いがたくさん解説動画上げてると思うので、私がやらなくても大丈夫でしょう。なるなる。樽戦法は最初ネタでやってて偶然発見し、練習を重ね続けて面白かったので、動画を通して公開したら予想以上に反応があり、強さに関しても実践で使えるレベルに、ネタがガチになった瞬間だったよね。スマブラもアップデートが終了して、樽に関しての強制は一切なし、なんならサークライも樽について触れてたし、今知識にも書いてるから、樽の挙動は立派な仕様です。あ、そうだな。近畿地区さえ挙動するので、バグだのウンゲだの言われたら、今知識とサークライの公言を武器と盾にして、反論して論破してやりましょう。公式の発言を武器にするな。そんなこんなで、この樽戦法は今後動画でも配信でも、ガンガン使ってこうと思います。今作ではお前を代表するキャラってか、前述になってしまったもんな。今更メインキャラが、ワリオとロックマンだなんて言えないよ。そっちはガチ戦でのメインキャラだし。まあそれもそうだな。さて、長かったこの解説動画も、お開きにしましょう。最後までありがとう。動画や様子で配信など、スマブラは今もメインでやってるので、またどこかでお会いしましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。